はい、おはようございます。高間さん、昨日は説明会にお越しいただきましてありがとうございます。結果保証型ゼロ広告費戦略、コンセプトとか内容をね、ご理解いただいてて、感想もいただきましてありがとうございます。ちょっと実は今こう朝のねランニングの途中にこの動画を撮ってたりするんですけど、今回ね、コストとしては、コンセプトあるように、結果的にはゼロなんですけど、一時的にね、お金はもちろんかかります。昨日ね、お話を聞いてると、久保との相性というか、そのビジネス活動に向けての、ね、相性がもうバッチリだったので、24歳でね、お若いっていうところもね、もちろんあると思うんですけど、ビジネス年齢関係ないですし、多分、ご自身の中でね、お気持ちが許せば、ぜひ飛び込んできてほしいなと思います。多分リストだけでもね、多分ご自身をこうちょっとね、ミスター X みたいな感じで、実名顔出しがちょっとあれでもね、なんかこうそのちょっとこう雰囲気的に神秘的なものにしてですね、リストを送り込むことだったりとか、今からね、いろんなビジネス展開についても飛躍させることが我々の力、手前見せながらできるんじゃないかなと お話ししながら思いましたので、もしね、やってみたいっていうことがあればぜひね飛び込んできてほしいなと思います。またね、今回は、ちょっとねタイミング合わなかったっていう時でもね、また一度来ていただいた方ですし、割とねインターネットビジネスという意味ではですね、特に無料オファーってね、やってる人ってあんまりいないんですよ。いるんですけど、広告費もねしっかり使ってまで回してる人ってあんまりいないので、ぜひね今後も仲良くしていただいて、またお茶でも行けたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。では失礼します。